長政様の巧みな外交により武田、朝倉、雑賀衆などが信長を包囲する形が整った。信長は包囲網の要である長政様を討つべく大軍を要して近江に出張ってきている。我らはこれを迎え撃つ。そして余勢を買って美濃まで軍勢を進める。精進してきた武田軍と共に信長を攻撃できれば天下は長政様のものだ。全てがうまくいけばの話だ。時の流れはそう簡単に変えられない。俺はそうは思わない。流れは変えられる。あの方さえいれば。長政の鋭い追撃は織田軍を追い詰めた。九死に一生を得た信長は京へと脱出する。長政はすぐに次なる手を打つ。朝倉、武田らと手を組み信長包囲網を敷いたのである。信長は最大の敵となった長政を葬るべく浅井領近江の姉川に大軍で攻め寄せた。長政は盟友朝倉義景と共に盤石の体制で迎え撃つ。英雄長政の夢がついに形になろうとしていた。近畿の将姉川の戦い。皆のため戦い続ける。いつもお力に。この決戦で天下の行く末が決まる。知略軍略を尽くし兄上と相対する。それがしは気持ちの高ぶりを抑えられない。いや、すまぬ一。そなたの心中を思いやらぬ不適切な言葉だった。いいえ、お気になさらずに。長政様、覚悟はすでにできています。それに私もまた楽しいのです。長政様と共に夢を追うことが。ほら、あそこで熱っぽく話しているあの二人のように。ああ、そうだな。そなたと彼らの夢はそれがしの夢でもある。天下を取ろう。そして皆が幸せに暮らせる世を作ろう。はい、長政様。決戦で兄上と家康殿を破り天下を取る。織田の第一陣を突破し兄上に迫れ。長政、夢の覚悟を試そう。数で囲み砕け。すぐに打ち破ってみせる。我が槍、我が真理、貫けるものはない。本陣はもちろん盟友義
吉影殿を失ってもこの戦は負けない。気をつければ。一気に織田本陣に迫れ。開門。兄上、覚悟などとうの昔にできている。徳川、盟友は朝倉から崩しに来たが、朝倉景武を見殺しにはできない。はれ、我らも続け。家康、対立した浅井軍を撃つ。兵を貸せ。はっ、かしこまってござる。先方の将を守らぬ織田徳川の包囲を打ち破れ。朝倉攻めの手を緩めて信長公のお叱りを受け、おとはお主が言ってくれるか。はい、朝倉陣に突撃してきます。開門。朝倉軍が危ない。徳川を食い止めよう。どうしたの、譲れない思いがあるから。我が槍、我が真理、貫けるものはない。織田徳川の連合部隊を打ち破りました。このまま行けば勝てる。浅井の勢いに押されっぱなしや。一直本陣狙いで逆転させちゃる。開門。本陣が陥落すれば全て終わる。何としても守りきるのだ。やはり本陣、織田も流れを引き寄せようと必死だ。来るか、長政殿、お市様。もうここまで来たら、腹くるしかねえか。逃がしません。偉そうですみません。救援要請したい。確かに信長様は強引じゃ。じゃが
だがこれはあまりにも無茶で無謀じゃ。兄上を超えるには無茶もせねばならぬ。かければ潰されるだけだぞ秀吉殿。ああもう本当にどうなっても知らん。我が槍我が真偽に貫けるものはない。もうすら飲む勢いよ。戦わず火災を止めてまいれ。この戦わずにお任せあれ。開門。任せよ。忠勝殿とまともに戦ってはいけない。ここは主家康殿を狙うべきだ。忠勝を出し門を開けるとは愚かなり。進撃せよ。今こそ家康の首を取る好機だ。開門。突き進むのみ。大朝倉の将たちよ、天下をつかみたくばこの忠勝を超えよ。朝倉に指示が制圧せよ。天下無双の豪傑だ。戦うのであれば相応の覚悟はいるぞ。あっぱれじゃ長政。あの本田忠勝を破ろうとは武勇無双よ。着実に歩むのみぞ。援軍が到着した模様。全軍で浅井朝倉を絶やす。信長を未だ生かし。ふむるき戦しまいとす。かしこまりました信長様。我らは浅井本陣へ向かいます。開門。ここまで来て吉影殿を失うわけにはいかぬ。朝倉を狙う織田軍を追うぜ。
様子見、本陣で戦うことは避けたい。本陣前で敵を破り、一気に逆襲に転ずる。我が槍、我が真理に貫けるものはない。自由権利の大将は長政様のこと。浅井朝倉連合軍は未だ健在。兄上、天下はもらいます。もう諦めた。西畑の首はここぞ。それがしの幸せだ。兄上、今こそ決着を。長政、余から天下を奪ってみよ。
申し上げます。武田、会に撤退した模様。何？千載一遇の好機を。兄上は兵を休め、盛り返してくるだろう。天の時、地の理、人の和。兄上は天下人として生まれてきたようなお人だった。それがしはただそんな兄上に従っていればよかった。そうすれば兄上の天下の一部になれただろう。だがそれがしは流されるまま行きたくはなかった。自分の思い描く天下を作りたかった。たとえ裏切り者や妻や家臣を不幸にした者とそしられても。長政様のことを誰にもそしらせやしません。あなたは俺に生きろと言ってくれた。これからも俺の力が必要だと言ってくれた。ああ、まだ夢は終わっていないさ。流れはもう浅井にはありませんか？はい。正直ですね。恐れながら織田に戻られるのが自然の流れかと。いいえ、夢から覚めたくないのです。あなたも高虎も浅井の兵たちも、そして長政様も、すべてが歌方へと消えてしまいそうで。すごいと思いませんか？長政様はあのお兄様相手にたった一人で戦ってあと一歩のところまで追い詰めたのですよ。私はそんな長政様の妻であることが本当に誇らしいのです。もう少し夢を見させてください。もう少しだけ長政様と一緒にいたいのです。はっ。